ナゾンの良さは農薬も化学肥料も一緒に使わず循環型の農業をこれからも続けていきたいと思います。けどカラーピーマンですね、まあ、パプリカ系のものとか、それから中豆も合うんです。ズッキーニも、あとはバターナッツ、カボチャ、それから黄金ウリとかキュウリとか。夏野菜が、まあ、終わりますよね。こういうあのお米を取った後の全部あの有機野菜この中にあの混ぜてずっとコンポで回転させる菓子を作ってるんです。これがもうあの万能肥料になって、匂いも臭くもないし、発酵っていうのはいい匂いします。でこれを土に混ぜて耕すと、だいたい今 これが種になりますね、肥料。あのここは水が便利がいいので、水がいるような作物を特に選んで作っております。先ほど下に見えますビールは、春のエンドウを作った後に6月頃に交付いたしました。米ぬかなどを入れてまして、また水をやりながら7月にこの上に透明のビールをつけて、現在7月の暑い熱風太陽によって土壌消毒をしています。